もしもすでに人類滅亡へのカウントダウンが始まってるとしたら、皆さんはどうしますか？実は車椅子の天才物理学者として知られるスティーブン・ホーキング博士が、地球が終わるまであと200年という驚きの予言をしています。博士が予言した地球や未来への予言は私たちの想像を絶する悲惨なものでした。今回はホーキング博士が警告する5つの予言について見ていきましょう。こんにちは、ペックです。皆さん、予言って信じますか？ノストラダムスなど様々な予言者が今まで未来に対する予言を数多くやってきました。1999年人類滅亡説はかなり話題となりました。しかし、人類の終焉についてもっとヤバい予言を残したのがこのホーキング博士です。まあ、僕たちが生きているうちに人類滅亡はないとは思うんですけど、まあ、いつから人類滅亡っていうのはあり得る話ですよね。じゃあ一体人類はどのようにして終わりを迎えるのか、今回はホーキング博士が残した悲惨すぎる人類の未来について見ていきましょう。スティーブン・ホーキング博士とは、まずはホーキング博士って誰ってところからです。ホーキング博士はアインシュタイン以来の天才と呼ばれる科学者です。21歳の若さで筋肉が動かなくなる難病 ALS と診断され、あと数年の命と宣告されました。しかしそれを覆し、2018年に亡くなるまでたくさんの宇宙の不思議について言及してきました。ホーキング博士の専門は宇宙学で、主にビッグバンがいかにして起こったのか、ブラックホールの内側はなど様々な研究を行ってきました。そして46歳の時に出版したホーキング宇宙を語るが1000万部を超えるベストセラーとなり、世界中の人がその名を知ることになりました。人生の大半を車椅子で過ごしたホーキング博士ですが、その好奇心は凄まじく、気の向くまま世界中を飛行機で旅したり、64歳の時には宇宙旅行への準備をするなど、体は不自由ですが心は自由な人生を送ったと言われています。彼は独創的な発想で宇宙論を解き、人類の未来についての言葉もたくさん残しています。ではここからホーキング博士が実際に残した恐ろしい予言、人類が今後どうなるか、私たちの地球はいかにして終わるのかを見ていきましょう。2、スティーブン・ホーキングが残したヤバい予言5つ。1、スーパーヒューマンが登場する。2018年3月に亡くなったホーキング博士ですが、彼が最後に残した予言がかなりヤバいと言われています。それはスーパーヒューマンの登場。このスーパーヒューマンの登場により従来の人間は絶滅し、究極の格差社会が出来上がると予言しています。そこには私たちの知らない驚きの内容がありました。ホーキング博士は、今世紀中に人類は知性と本能を修正する方法を発見すると確信していると予言しています。さらに、人間の遺伝子操作に反対する方が通過するだろう。しかし、ある人々は記憶や病気への耐性、寿命といった特性を改善する誘惑に抗うことができないだろうという言葉も残しています。これはつまり、裕福な人間が遺伝子操作によってスーパーヒューマンを作り出すことが可能になるだろうと言っているのです。もしスーパーヒューマンが登場した場合、従来の人間は太刀打ちできず、重要な政治問題に発展するのではと言っているのですね。この予言にはまだまだ恐ろしい言葉が続きます。ホーキング博士によると、従来の人間は死に耐えるか役割を失うと言っています。弱い者が淘汰されるのは自然の摂理ですが、それが人間界にもやってくるかもしれませんね。これ妄想じゃんって思うじゃないですか。でもこの予言、実は根拠があるんです。ホーキング博士の予言は2013年に発明されたクリスパーキャス8という遺伝子改変システムが元になっています。クリスパーキャス8は遺伝子を自在に加工編集するゲノム編集技術の一つなんです。遺伝子をいじることのできる時代はすぐそこまで来てます。もしかしたら将来的に人間界の格差はますます開いていくのかもしれませんね。2、宇宙人が地球を侵略しに来る。 UFO や宇宙人がいるのかいないのかっていう論争は結構昔から話されていますが、ホーキング博士は地球外生命体の存在を強く肯定しています。そしていつか宇宙人が地球にやってくると断言しているのです。しかし残念ながら、宇宙人たちは我々地球人と友好関係を築こうとしてくるのではありません。目的はただ一つ、そう、侵略です。なぜホーキング博士はこんなことを言い出したのか、実はそこには驚きの事実があるんです。皆さん、ビッグバンって知ってますか？私たちの住む地球、元い宇宙は約1300万年前の大爆発によって作られたと考えられています。この爆発がビッグバンですね。
ホーキング博士の唱える宇宙論にマルチバース宇宙論というものがあるのですが、それは私たちの住む宇宙はたくさんある宇宙の中の一つにしか過ぎないという考え方なんです。宇宙はビッグバンにより作られ、私たちの住む世界もパラレルワールドの一つだというのです。宇宙にはたくさんの星があり、中には私たちが知らないことがたくさんあります。なので私たち以外の知的生命体がいてもおかしくはないというわけですね。ホーキング博士は宇宙人の存在を肯定しているため、いつか地球外生命体が侵略してきてもおかしくはないと言いたいわけです。もしそんなことになったら、人類の技術力で太刀打ちできるのでしょうか。3.2600年、地球滅亡説。ホーキング博士は2600年に地球は滅亡すると予言しています。今はまだ2020年なのに、なんでそんな予言ができるんでしょう。それには驚きの根拠がありました。ホーキング博士は増え続ける人口とエネルギー不足が戦争の原因になると警告しています。つまり地球滅亡は宇宙人の侵略や自然現象などではなく、今後600年の間に人類が地球を壊滅しかねない大きな戦争を起こすという予言です。また地球滅亡の予言はそれだけではありません。このままのペースで人口が増え続ければ、40年ごとに人口は2倍になるので、2600年には地球が人で溢れ返ります。その結果エネルギーの放出量が増え、地球は金星並みに温度が上昇するという予言です。金星はだいたい250度くらい、さらに硫酸の雨が降るなど危険な場所だと考えられています。このような地球の状態をホーキング博士は地球が火の玉になると衝撃の発言をしています。2600年には爆発的な人口増加によるエネルギー不足によって人類がエネルギーを奪い合い、さらに自分たちが発するエネルギーによって地球の気温が上昇するといった感じでしょうか。現在の世界人口は77億9500万人ですが、2050年には98億人に達すると言われています。この予言、あながち憶測とも言えないかもしれませんね。あなたはどう思いますか。4. 地球脱出必須説。地球は2600年に滅亡するというホーキングさんの予言がありましたよね。そのため手遅れになる前に人類は地球を脱出しなければならないとも言っています。そんな大げさなと思ったあなた、ぜひ続きを聞いてください。実はホーキング博士はこの仮説を裏付けるような衝撃の行動に出ているのです。実際にホーキング博士は2016年4月に投資家からお金を集め、超高速小型探索機ナノクラフトを開発しています。理由は太陽系以外の惑星および生命体を探索し、地球の代わりとなる惑星を発見するためです。大げさなのではとも思いましたが、調べてみたところ、超高速小型探索機ナノクラフト計画にはホーキング博士自身はもちろん、ロシアの大富豪ユーリー・ミリネル氏が1億ドルを出資していたり、 Facebook のマーク・ザッカーバーグ CEO までもが投資をしています。しかもアメリカやオーストラリアでも政府が同じような計画に巨額のお金をかけて研究を行っているそうです。ただの予言でここまでしますかね。大きなお金が動くということは、そこに対して何らかの期待や思惑があるのではと思ってしまいます。 5.AI が人間を超える。近年 AI の進歩には目覚ましいものがあります。日本政府はロボット新戦略によって国内のロボット市場の規模を現状の約6500億円から約4倍の約4兆円に拡大を目指すとも発表しました。もはや AI は国を挙げて力を入れている分野であり、人類とは切っても切り離せない存在になっています。しかしそんな AI に対してホーキング博士は過激な発言をしています。彼自身もコンピューターに頼った生活をしていましたが、実はコンピューターをほとんど信じていなかったと言われています。ホーキング博士は人工知能は人類の味方になるどころか最大の敵になる可能性を危惧していたんです。 AI がこのまま進歩を続けた場合、いずれは人類の能力を超え人間に対して反乱を起こすとホーキング博士は考えているようですね。ロボ VS 人類みたいな感じ。さらにホーキング博士は AI がやがて人間の代わりになるとも発言しています。今や AI は第3世代まで来ており、自身で学習をしながら成長を続けることも可能となりました。このままいけば人間の脳と同程度、もしくは人間を超える力をつけてもおかしくはありません。ちなみにこの予言はイーロン・マスクやビル・ゲイツも同じことを言っています。ホーキング博士に悪魔の召喚とまで言わしめた AI の発展、 AI は人類最大の発明となるのか、それとも人類を滅ぼす悪魔の兵器となるのか、今後の AI の発展から目が離せません。ということで今回はホーキング博士の予言5つをご紹介しました。特に人類が増えすぎて人類が滅亡するとかいう話だったり、地球外へ脱出する説なんかはかなり現実味がありましたよね。有名な投資家や国が動いているということは何か不気味さを感じさせます。何か私たちの知らないことが裏で起こっているのかもしれませんね。
皆さんはどう思いましたか？他にもこんな面白い予言などを知ってるよという方がいらっしゃいましたら、ぜひコメント欄で教えてください。それでは今回の動画を終了します。最後まで見てくれてありがとうございました。次に見てほしい動画は、これ。